こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、世界遺産の紹介のコーナーです。現在はイタリアの文化遺産について紹介しております。今回はラベンナの初期キリスト教建築物群というものを紹介させていただきたいと思います。これは5世紀初頭から 6世紀末に建設された初期キリスト教の聖堂、礼拝堂を対象としているようです。早速写真で見てみましょう。はい。おーおおお、なるほど。5世紀初頭から6世紀末はこんな感じですか。えぇ、だいぶ今とは違いますね。あ、建物かっこいいですね。えぇ、 なんだか歴史を感じますね。ヨーロッパはね、自信がないんでね、あの建物結構残ってますよね。まあ、石で作ってますしね、石とレンガでね。はい。へー。ああ、これキリストですかねイエス様ですかはい。えー、いろんな、ねいろんな聖堂や礼拝堂があるんでしょうね。はい。 あ、こんなものもあるんですか。え。ちょっと似たような写真が増えてきましたか。あ、けどよいろいろありますね。はい。行ってみたいな。初期のキリスト教、どんな宗教美術なのかね。ここで写真で見れますが、実際に行ってみるとね、また違った感触が得られるのではないかと。 思いますねね、はい、これどの辺にあるんでしょう、ね、ちょっと早送り、あ、けど早送りしない方がいいですかね。結構いろんなものが見れますね。はい。同じ写真ばっかりじゃないですね。たまに同じような写真出てきますけど、いろいろ見れますね。あ、これはさっきの街ですか。えー、なんかいろんなデザインがあって面白いですね。なんか統一されてないというか、はい。 いろいろ試行錯誤。あ、ラベンナこちらです。あ、ベネチアのすぐそば。あ、これはいい。これはいいですね。もう日帰りで行けちゃうじゃないですか、ベネチアから。これは行きましょう。私、ベネチアに行った時には、このラベンダーに行きたいと思います。はい。では画面を戻します。いかがでしたでしょうかああいう古代のものを見るというのも、一つおつなものだと思います。はい。 私はベネチアに行きたい本当に行きたいと思ってますので、ラベンダにも、はい、訪れたいと思います。今回の配信は以上となります。イタリアの文化遺産、まだまだ続きます。お楽しみに。それでは、また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。